焼き炭ね。でもすぐ避難しちゃう。避難。避難して、で、わさび。わさび。うん。わさび乗せて、塩を軽く振って、わさび塩で。ご飯にワンクッション。うん。腕毛入ってそう。肉汁のオアシスだね。ご飯も合うわ。うん、最高だよ。うん、最高。で、この野菜も、うん、あー、一枚がめっちゃでかい。最高。じゃあすき焼き風いかせてもらおうかな。本当のすき焼きは砂糖少々、砂糖醤油で醤油をキャッチ。どんな味か、もちろん油乗ってるんだけど、油が甘いですね。甘くてしつこくない。うん、非常に臭くない。でこれを卵にドーン。でこれですから、もう抜群だよ。こういうの入れよ。どこに行った？ここ。うん、これご飯、抜群になるからね。うん、もう、めちゃくちゃパワーが、うん、卵がさ、冷たかったからさ、うん、冷めちゃう。ほんとうまい。幸せ。うん、最高。もう、うまいですね。はい、もらったよ。おー、うまそうだな。ありがとう。うん。うん。つくねさん、あ、ありがとうございます。ありがとうね。フライパン、この次いくんじゃない？うん。3枚で1回ぐらい拭いた方がいい。卵をつけて食べる理由？すき焼き風だからね。なんで今戻す？うん、ハウス。ね、飛び散ってるかも、油。あ、結構飛び散ってる、よくない。油、床がベタベタなのかも。うん、拭かないと思う。やっぱ肉だわ。やっぱね、
寿司とかもうまいけど、肉。まあ肉派か。ああ。はい、もう OK。すぐ火通ります。はい、OK でーす。最高。もう一回焼き直しな、冷めたら。いや、大丈夫。焼くか。で、これは焼肉のタレ。焼肉のタレで。ご飯ドーン。やわらかい。さあ、火止まっ、寝ていくかい。すごいね。このすき焼きのさ、いいお店行くとさ、ほんとツロッとなんだよ。一人2枚とか3枚とかなんだよ。あ、そうなんだ。うん。ほんとの、いや、高いところって。でもやっぱり、ほんと2枚3枚でも満足できる食べ応えがあるね、やっぱりいい肉が。生肉の端で食べた。いや、私あるよ、大丈夫よ。え、3枚食べた？うん。じゃ、どれが一番美味しかった？やっぱ、わさび。ね、わさびだよね。うん。一番最初に食べたからかな。さっぱりするし。うん。で、わさびつけない、今からでも。うん。わさびが、わさび塩がうまいかも。うん、そう、わさび塩はやっぱ一番。うん。じゃあ、もう程よいよ。完璧。差し具合が。お店でこんなね、なんか何枚もね、豪快に食べれない、うん、高いから、うん、幸せだわ、幸せ、うん、火が通っちゃうじゃん。危ねえな。自分だけにして。で、オッケー。食べる？大丈夫。で、わさびを。もうクイちゃん脂っぽいんだよね。食べれないんだよね。うん。食べれる。もういいかな。すき焼き風にしたらまだ食べやすいんだよね。うん。すき焼き風作ってあげようか。ねえ。すき焼き風作ってあげようか。どう？怪獣。脂っぽいんでしょ。一回休憩する。うん。うん。で、でかいもんね、一枚が。うん。俺でも一口もういっぱいいっぱい。うまっ。いや、パルパルありがとうございます。うん、いいよ、2枚食べて。うん、2枚いいよ。
ん、いいの、うん、おいしそう、ありがとう。おはらび、ありがとうございます。ありがとう。もう爆投げしてくれた。ありがとうございました。昨日は本当にあのパーカーと T シャツ送りますんで、住所も気にせず送らせてください。今の方すごいから爆投げが、うん、もうそれぐらいやらせてください。ありがとうございました。本当に美美さんもお疲れ、ありがとう。止まらないわ。いい音。優しいね。そう、結婚祝いで。これ何の箸？肉のやつ。お酒が進まないね。いや、俺は進んでるよ。うん、あ、いつもだ。私はいつも進まない。食べるこれ。食べるこれ。すき焼き風。すぐ食べる？うん。いらない？うん。肉を味わいたいから。いや、ちょっと私油がもう来てる。ふーちゃん油っぽいの苦手だからね。うん、俺油大好きだから。うんうんうん。ヒレカツとかもクソだよ。やっぱロースカツだよね。ヒレとか何が美味しいのかなと思って。油がうまいんだよ、甘くて。何が？肉が、油が美味しい。なるほど、ね、うん、甘くてね。うん、そう、可愛いんだよね。なんか新鮮なのって甘いよね。エビとかも。ありがとう、244号さん、うん。ねえ、年取ってくるといい肉逆に食えないよね、油で。多分若いよ、ゼロナは若いね。うん、芝居でやった。あと1枚いいよ、さすがに。食べな。いや、ちょっともう。いや、いいよ。半分こ。いいよ、いいよ。遠慮しないで。食べれん。クルちゃん投げてって食べれん言われるから。油がやばい。うん、ご飯ないんだよ、おかわりって。ごめんね。でも炊けたんじゃないの？大丈夫かな？いやー、炊けてないんじゃない？食べな。開けようか、開けてみようか。途中だけじゃダメでしょ。え、でもさ、あと4分って書いてある。これ自動でやってくれんの？これ自動かもね。何でわかるの？だいたい350飲んだら5回はゲップ出るから。うん、あの、ため吐きれない体なんで、ね、炭酸をね、胃の中入れると出ちゃうんですよ。並盛りで大満足。うん、
そう、嫌、嫌ならすぐ枠から出ていけ。うん、妊娠してないよ。え、私3枚、3枚4枚食べたよ。好んでみてて深い深いっていうのもね、謎だけどね。自分で好んでみといてさ、謎。まあ中にはクルちゃんを見てるみたいな人いるから、ね、クルちゃん見に来てるけど、俺がゲップが嫌だっていうのは分かるけど、それなら分かるもんね。うん、それならね。走り抜けたね、今日も。同期限ごちそうさん。